カリで買ったやつ多分届いた。なんか安かったから買っただけなんだけど。え、何これ、そういうやつなの、知らんかった。これなんか iPhone ケースのこういうのがついてる、そこにシール貼れよってことなの。でも絶対使えないわこんなサイズ。開けてみよう。わあ、かわいい。よいしょ、かわいい。なんてんくんが描いたやつ、てんちゃんかわいいな。かわいい。このね、なんか丸いステッカー、なんかステッカー持ってるんだよね。これさ、フィルムのやつってこれだったっけ。かわいい、カラコン、あ、黒いんだ。かわいい。最近買ったものとか届いたものちょこっとだけ紹介。これね、仲良しのペンペンの子が送ってくれたの。ルチありがとう、めっちゃかわいい。なんかめっちゃかわいいんだけど、これ何入れよう。持ち歩いたらさ、ぶち壊しそうな気がして持ち歩けない。めっちゃかわいい。これどうやって開けるの。かわいい、キラキラ。これもこうやって開けるのかな。どうやって開けるの。なるほどね、こういう感じね。こういうこと、なるほどね、こういうことね。え、かわいい。ちょっと後でなんか入れてみるね。これ白いけど、これサーファーのやつとマイパチルのキティ。この文字パッチ欲しいのなかったから買ってない。これは買った。ランク、もう一個のさ、マイナスのやつみたいな、あれ違うのかな、種類。そういうのの方も欲しかったんだけど、マイナスしかなかった。え、なにこれ、めっちゃパパかわいい。すっごいビリビリついてる、かわいい。これさ、硬質ケースのまま入れないのかな。ちょっと無理なのかな。これに硬質ケースのまま入れたら完璧なんだけど、ギリ入らん。いけたんだけど、結構硬質ケースのまま入れた方が良くない。うん、これにしよう。いい感じ、かわいい。あとで写真撮ろう。キーホルダーとかもっと買えばよかったって後悔してる。まずはこれ一個ずつ自分ので。かわいいね、黒目。これキティを買えばよかったかもって思った。かわいいな。でもで、これはちょっと友達にあげるようで買ったのと、私、めっちゃかわいい、ハートのホルホルじゃん、かわいい。とでもこれもうキティもね、黒目もゲットしたからいらないっちゃいらないんだけど、開けるだけ開けよう。キティかクロミだったら嬉しいな。
コロコログリリン、気まず気まずコロコログリリン終わり。やっぱこれ開けよう、これとこれ開けよう。小指の爪飛んだの、もげた、若干痛い。でもサンリオの日本のやつってちょっとサイズがさ、ちっちゃいよね。これか入れるのにパツパツだよね。かわいい。ちょっと取れない。え、めっちゃかわいいんだけど、この蓋があるのがちょっと大変、使いづらい。爪が長いとね、本当に入れれないんだよね。え、めっちゃかわいい。袋の開けよう。ちょっと入れてみよう。見て、めっちゃかわいい、かわいい。やっぱこれはね、買うべきだね。みんなめっちゃかわいいじゃん。かわいい。ピンクはピンク。え、めっちゃかわいい。これ本当にかわいいね。このさ、中に入ってたさ、カードもめっちゃかわいいな。かわいい。シールもこれ使おうかな。かわいい。顔が黒い。終わり。コマズも共同購入をしたので大量にある。よいしょ、すごい量が。数数えよう。20ずつ。でも自分のはそんなに買ってないから、すっごい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。オッケー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。オッケー。これで合ってると思う。やばい。これは24個セットのやつ。これも共同購入分だから。ああ、やば。うわ、すごい、やば。これも全部開けなきゃいけない。とりあえず1個開けてみる。綺麗に開けれそう。潰したいから上もあれだけど、剣じゃないの、誰だろう。ほっ、ジョー、かわいい。わからんくなるね、これやばいね。戻そう。わからんくなる、これやばい。一旦箱に戻して帰ったら、今から仕事だから、帰ったら付箋で全部名前貼らなきゃやばい。なんとでも数間違えたら怖いから、とりあえず1個ずつ開けよう。すごい適当に抜いちゃった。選ぼう選ぼう。これこれと、これこっちから開けよう。でもさ、スペアあるよね。開けよう。ちゃん、ジェーミン、めっちゃジェーミン、かわいい、かわいい、やー、かわいいな。なんとで残りも開けちゃおう。多分こうだよね。オレンジからいこう。天上狙い。あ、ユタ。ピンク、誰だ。あ、ヘンドリーじゃない。かわいい。こうだね。ヘンドリー最近めっちゃかっこいいんだけど。かぶってないといい。あ、
あ、違うな。クーさん、一心多め、かわいい。誰だ。お、ジェイヨン、なんちゅう格好やねん。ラスト。緑、ソンちゃん。あ、違う、ジョンウだ。せーの。あ、タロウ、神々しいですな。かわいい。はい、緑、デン君来て、お願い。せーの。あ、デン君だ、かわいい。せーの、こい。え、このヘンドリーかっこいい。これあれだね、ファントムの時のやつだ。あ、こっちは普通なんだ。こっちは裏普通。あ、普通か。ほ、中国語、これロンジュンじゃない。違う、誰これ、ジャニー。あ、ドヨンさん。ねえ、これまた地引き1だけ。泣いちゃうわよ、めっちゃ熱い。ほ、あ、ヘちゃんじゃない、違うかな。ジャンナー、かわいい。終わり。もう一パックずつ開けれそうだから開ける。かぶってないといいな。せーの、こ、ジェニーじゃん。 待って、やばい、マークだ、やばい、マークだ。かっこいい、すげーかっこいい、マークめっちゃかっこいい、やば。待って、やばい、間違えた。ん、ちょっと待って、ちょっと待ってたけど合ってた。とりあえずラスト、こ、シュン。これ誰だ、ジェノ、これ誰だろう。ヤンヤンじゃない、これかぶった、もしかして。ヤンヤン激似だったよね。あ、かぶりだ、ヤンヤンだけかぶった。終わり。土曜日からのウォーターボムに行く予定だから、ちゃんとあれば。だからその時のためにシーンでめっちゃ久しぶりに服を買ったから、それを開ける。ちょっと、ちゃんと着れるか心配。やだやだ、なんか落ちた。それも買ったんだよね、ネイルパーツ、かわいい、これ。で、あ、で、これ、ピン、かわいい、普通に使えそう。これはパジャマ。短いズボン、パジャマ、うん、そう、普通に。これはなんだ、あ、半袖の、なんかすごい空いてるやつだ。まあまあまあ、かわいい。なんか最近こういう色が好きなんだよね、ここが空いてるやつ。かわいい、これもう良きなのでは。でもね、やっぱうん、かわいい、これも使えそう。んで、これなんだ、これは、あー、キャミみたいな、こういうやつ。うん、かわいい。あとは、
ル系のやつ。ここで服見せるもんじゃねえな。でもこれ本当に着てみないと全部わかんなくて超怖い。もうシャカシャカね。なんか横が編み上げになってるパンツ、これを着ていきたいんだけど、ちょっとどうなるか、着れるかな、怖いです。